マノッチです。外国人オールスターやっていきましょ。今日で最終回です。はい、日本シリーズ第4戦3勝0敗で来てるんでね、勝って最終回にしましょう。はい、負けたら明日も最終回です。明日も負ければ明後日も最終回ですこっから基本最終回です。はい、コメント読んでいきましょう。一平さんね、やらかしたね。意外だったな。なんかこの人やりそうとか、なんかそんな風に考えるの結構俺は好きなタイプなんだけど、一平さんに関して考えたこともなくて、なんだろう、無害な人みたいな、無害だろうなとか思ったことすらない。もうそのぐらいなんか俺の中ではそういうなんか悪いこと、悪事っていうのかい、そういうのとはなんか無縁だった。無縁すぎて、だからもうやっぱ単純に驚いたよね。水原一平物語やってほしいです。いやー、あのね、なんかギャンブルのゲームねえかなって考えた。違法賭博録一平ってね、やりたいなと思って、そのタイトルをつけたいくて。ただなんかギャンブルのゲームって意外とないんだよな。バーサスってあまり当たらないので相手が使ってきたときよしってなりますよね。なってた時も俺にはありましたよ最近まあまあビビりながらやってるよバーサスは。某高橋の本名ロドリゴ等し貝持ち高橋という名前で、某はニックネームだそうです。そうなんだ。どっから来たの某って。ギッテンス使ってほしいです。ファーストがね埋まってるんだよね。で今さっき調子見たら、あ、見ようか今、あの調子が良いわけではなくて、まあ、普通なのよ。でそうなると、まあ、マクブルーム君、マルテ君、ビシエド君、ここっちになっちゃうかなって感じだね。アルカンタラ君もう保守ないんですかね。ないかな。あの結構今ガチで勝ちに行く。マーティン落とさなくても良かったんじゃないかと。使い勝手が良くない意外と誰出ても変わらんかなみたいにね、あの企画始める前思ってたけどね、使いにくさを感じる選手かな、マーティン選手は。賭博はスポーツ界においては女性問題とかよりはるかにシャレにならないこととされてますからね。それはなんかスポーツ賭博ではなく普通の賭博でもそうなのかな。そういえば全然ドカベンの話しなくなりましたけど挫折しました。めっちゃ普通に読んでるよ今。2年目の甲子園に行ったところ、面白かったのがね、2年目夏予選のあの知らぬい、めっちゃすごいね。あの山田太郎が打つの諦めたの、本当にすごかった。知らぬい、マジかっこよかった。よし行きますか、頑張りますか。ドカベンの話をしなくなったのは、ね、1個理由があって、今日ロドリゲス君、ね、いろいろ探してきたわ。ロドリゲス君にするわ、能力高いしな。野手はこのまんま、うん、勝ってるし基本変えずにいく。はい、とんでもプレーというか、とんでも必殺技みたいなのがね、だんだんなくなってきたんだよ。ドカベン喋ることないんだよ、普通に野球してんだわだから なんかね違うんだよね。いや面白いは面白いんだよ。1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか。そうですね、プレーボーにです、ね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。俺昨日あの全然試合見てないか分かんないけど、山本由伸選手はダメだったみたいですね。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってたな。どうなのあれは、まだそのメジャーという舞台に慣れてないとか、まあ、慣れてる方が気持ち悪いか、高く上がった、ここは打ち上げています。なんか緊張とかもなんかあった感じなのかな。ワンアウトランナー2塁とか、今後は大丈夫でしょうっていう感じなのかな。さあアウトカウントが抜けた、セカンドランナー帰れば先制、ホームへ。
セカンドランナーホームイン。やるじゃない塩見。スワローズ。昨日久々に出勤したからね。ここなんとか抑えて。よし。打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。まあ点取られたのはもうシャーなしだから、あボール先行が良かったかな。あ全然フォアボールでいいよ。少ない気持ちで行かないといけませんね。そうですね。うん、オッケー。フォアボール。ここは勝負を避けた形でしょうか。ここしっかり抑えるから。打ちました。これはどうだ。うわ。センター前。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。大丈夫だよ。スワローズ、抑えたかったんですがタイムリーが、はい、なんとか2イニング踏ん張ってほしいんだよな。そうすればスロースタート取れっから。ランナースタート、ボールイン成功です。おい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 、厳しい展開となりました。なんとダブルスチールを決められました。大丈夫だよ、いける、頑張れるよ。小宮山さん見事に決め、よし、空振り。ここはランナー2点ぐらい取りにかする。大丈夫だ。この回点は取られましたが、ここさあ西さん、この、はい、バッターはウォーカー。さあここから裏の攻撃になっていきます。西さん、初回に先制点を取られましたが、どうご覧になりますか。ああ高梨選手もあれか、スロースターター持ちか。いいね、よく選びました。ここからホームラン一撃で逆転よ。さあそしてバッターボックスにはオースティンが入っています。さあここは追い上げておきたい場面。いい当たり、これは大きい。ナバチ、左中間を深々と破りヒットになりました。セカンドランナーホームイン。同点にはできるんじゃねえか。期待を裏切らないバッティングでした。頑張れ。ここは最低でも犠牲フライ。ナバチ、逆転のランナーも三塁を回った。一気に逆転までいったよ。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。素晴らしい。ファイターズ、期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。これが4球目。おい、まだノーアウトよ。フォアボールです。いや本当にね、価値あるフォアボールですよ。よく見、ここは併殺だけは避け、打ちました。長岡ランナー挟まれた。まあまあまあ、まあ、あの動画のこと考えるとな、あんまり点取りすぎてもな。さあ2アウトにはなりましたが、どっちに転がるかわからんというのも面白くないから。あ何、どっちに転がるかわからんというのが面白いからね。この回3点を入れています。さあ打ちました。ここはフライになっています。長岡が掴んで3アウトです。さあこの回ファイターズ踏ん張っておこう。貴重な得点でリードしました。2回に入ります。追いかけるスワローズの攻撃。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶって外れました。何か指示出してきたらバン、いやーないかな、ない、どうだろう、バント系がする。エンドランか。ここはゲッツーを取る。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する。うえい、アウト、盗塁失敗。見事に盗塁を。ピッチャーはホッとしたでしょうね。はい、いいね。打順はトップに帰って太田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。いいね。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回、スワローズ結局3人で攻撃を終えています、はい、2回の裏ファイターズの攻撃。バッターは9番に入っているガルビス。引っ張った、ファーストが取る、うん、一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッターウォーカー、前の打席ではフォアボールを選んでいます。高梨、まずは先頭バッターを打ち取っています。山田が掴んで2アウト。2番バッターオグレディ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。いいですな、ここも見送ってよく選びました。ほい、5球目は何で来るか。アウトコース打ちました。どまい、この打球はフライになっています。で3回からまあスロースターター取れるから多少安心して見てられるのかな。3回の表
小宮山さん、序盤をリードで迎えた展開なわけですが、この後持って4回とかかい？いや、もうとにかく打ちました。いい当たりだ。センター下がっていく、下がっていく。一塁蹴って二塁に向かう。これ指示変えよう。三振狙いじゃない。ランナーは二塁到達。先頭。さあ、そしてバッターボックスには塩見が入っています。さあ、同点のランナーを得点圏に背負います。まあ、ランナー気になるでしょうけど、ここは空振り三振。ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。同点のピンチだったんですが、なんとかワンアウトです。はい。いやー、昨日さ、21日の話ね。インサイド打った。セカンドの右、うまい。飛び込んで抑えた。アウト。清田と塩見、まあ、久々作ったけど、なんか作ってて楽しかったな。さあ、仕留められるか。左方向、上がりすぎたか。まああれね、動画1本作るのに、まあ、そこそこ時間はかかる。まあ、編集に時間かんで、あれ。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。話自体は立ち上がりを攻めてリードを奪っているわけですが、1時間ぐらいかな。もう一つして展開としては良くしていきたいです。インコース打ちます。センターに抜けました。先頭バッター編集にとにかく時間がかかる動画だけど、楽しかったな。なんか久々三振になります。誰か不祥事起こさねえかな、プロ野球選手。できればビッグネーム。バッターボックスには6番マルティネス。先ほどの打席はショートゴロ。警察打ちました。取った。二塁を送ります。おっと送球が取れた。オーケー、いいね、ラッキー。バッターは7番オスナ。言い方はまあ失礼かもだけどさ。三振です。スリーアウト。誰が君のこと知ってんのって選手がたまにやったりするじゃん。得点はあり。そういうんじゃないんだよ。別にそういうの求めてなくて、そんなに。今日 DH に入って変化球空振り。まず一つネームバリューないんだったら、もうよっぽどでかい犯罪を犯してくれると思うんだけど。変化球で空振りを取ります。ネームバリューある選手のね、やっぱ女性問題好きだな、俺は。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。まあ不倫とかかな。反撃したいスワローズでしたが。日本ハムファイターズ4回裏。やっぱその人の周りにいる人のことの気持ち考えると、な、悲しんだりしてるのかなって考えると、ゾクゾクしてくんだよね。もうたまんないんだよマジで。打順はトップに帰ってウォーカー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。いいですね。よく選びました。フォアボールです。得点圏にランナーを進めて、はい。ゲッツは先ほどしな。まあまあ、前にボールを飛ばせません。追加点取りに行きますか。さあ、そして打席にはオースティンが入ります。さあ、ツーアウトながら、ナバチ。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。いいね。ファイターズ期待に応えるバッティングを見せました。点差を。もしこのまま試合が終われば、センター前へ抜けていく。中継にボールが。日本シリーズの MVP 誰だろう、ね。サンタナ君かな。サンタナ君すごくない。改めてお聞きしますが、ライト方向を流しました。ナバチ。ファーストの横抜けました。三塁へ送球する。サードランナーホームイン。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。よし、変わんなかったな。今仕留めてやる。ここで声を。当たるんだ。レフトに大きな打球。伸びていく。どうだ。どうだ。ナバチ。当たんねえと思った今の。いいですな。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしい。打ちました、はい、取った。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ファイターズ4点。お疲れさん。ナピッチ、ベンチとしてはどのようなこと考えてますか。いや、もう
うね余裕じゃないですか、もうピッチャーもね。じゃあ違うロドリゲスだそうです。そうですよね。引っ張った、取りました。まあどっかで誰かに2イニングとか言ってもらいたいかな。今日は盗塁を決めています。多分点差的にはもう今日勝てると思うんだけど、まだ分かんないからね。でそれを考えたら、まあ一応明日のことも視野には入れておかなきゃだよね。今日の打線ですと西さん、この後あと4イニング5点差でしょ。いやーまだまだ点が入りそう。よく見極めました。まだ微妙だよな。安心するにはまだちょっと早いなって感じだよね。打ちました。ショート取った。二塁アウト。一塁送球アウト。ダブルプレー。打順はトップに帰ってウォーカー。今日は2つのフォアボールを選んでいます。はい、打ちました、はい、ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ファイターズ結局3、はい、日本シリーズ第4戦は6回の表に入ります。ヤクルトスワローズ打順よくこの回はクリーンナップ、はい、打ちました。高いバウンド、いいですな、ナピッチですな。打順は4番村上。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ロドリゲス、まずはどんまい、いいシングルだったり。ワンアウトランナー一塁です。打席には5番バッター山田。今日は盗塁が一つあります。よし、インサイド詰まりながらも左中間へ、センターが取りました。2アウトです。いやーどうだい、短期決戦の鬼な感じ出てんでないかい。2アウトになっています。高めのボール、打球はセンターへ。素晴らしい、レディが抑えて3アウトチェンジです。俺多分ね、レギュラーシーズンの最後の方になんか言ったような記憶があるんだけど、先ほどの打席最後はインサイド、うちのチーム短期決戦っていうところで言えばめちゃくちゃ強いチームだと思うんだよね。打ちました、高いバウンド、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。バッターボックスは4番コーチアゲンか。大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く。もう全然どうぞ。打ちました、ファースト取った。どっかであれだな、主人公マクブルーム君一発飾ってほしいですな。インコース詰まりました。この打球はフライ、最終回にふさわしい一打をね、長岡が抑えて見せてもらいたい。チェンジです。ファイター、まだいける。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなものなんですか。まあどうでしょうね。先頭バッター、大丈夫や、まだ余裕あるや。ノーアウトからランナーを出してしまいました。ライト方向を流しました。大丈夫、高い打球ライトへ、大きな当たりも、これはオーケー、ライトが取りました。いやここを0点に抑えてくれたらマジリリーフとして100点だよね。ファーストゴロに倒れています。このボールは外れてフォアボール。もう全然ここが勝負だ、どうぞ来てください。ここで打ちました、痛烈破りました、センター前ホームに送球。ファイターズさらにピンチになりました。全然もういける、もうマジバーサスかわせる気しかしない今。ここで頑張って。塩見のバーサスも大丈夫。昨日ここだべ、はめられたの。あ、まずいな、屋根がするな。ここにしよう。さあ、3球目は何か。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。最後は三振で締めました。ナイピッチでしたな。西さん、点差を離している展開なんですが、この後の回どのような戦い方が必要ですか。やっぱりね、こういうところよく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このここで声を止め、
トです。バッターボックスバレラ、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ここも見送ってよく選びました。できれば8回裏にマクブルーム君を出したいんだよな。でここが勝負だを使いたいんだよな。インコース詰まりました。このチャンス打ち上げてしまいました。そこまでにインフィールドフライで2アウト。あれもう向こう高知県終わってる。バッターウォーカー、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。いつ2回使った。うまいわ。ここは打ち上げています。俺の記憶いないだけ多分どっかで使ってんな。最後はライトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがファイターズ得点に点差開いても。バッターボックスには4番村上。ここはインコースの使い方を考えたいですね。まあさっきインコースを打たれましたからね。なるほど。点差開いてもコーチャーゲンで向こうは使ってくるよね。変化球空振り、ワンアウトです。打順は5番山田、今日は盗塁を決めています。ワンアウトランナーセンターに抜けました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスには指名打者の浜田、今日は盗塁が一つあります。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。さあどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド。いやーまあね、まだ全然余裕はあるけど取られたくはないよな。けんな、これ向こうバーサスだよね。ここで、うん、次が3球目空振り。ここはランナーを変えさせません。おい、さあ6球目は何か。痛烈、セカンドの右抜ける、バックホームする、サードランナーホームイン。大丈夫や。1点。さあそして打席には青木が入ります。さあなおもピンチが続きます。はい、お疲れさん。ここはランナーを変えさせません。3アウトチェンジ。バッターボックスサンタナ君のところで、マクブルーム君出します。それまでにランナー出よう、誰か。見逃し三振、ツーアウトになっています。ソロホームランか。ここが勝負だ、使うかな。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。バッターボックスには代打のマクブルーム。さあ主人公、ここで声をかけました。さあ注目しましょう。いけるよ。次が6球目。いけるよ。ここも渋い。渋いな。このランナーを。さあ5球目は何か。追っつけて打ちました。この打球は落ちそうだ。あ、落ちた。ヒットになった。ファイターズチャンスになります。ツーアウト。はい、振っていきましたが三振。スリーアウトチェンジ。加藤、終わろう。はい、9回。さあマウンド上はマルティ。ストレート打った。レフト前へ抜けていく。大丈夫や。レフト前ヒット。先頭バッターが出てしまった。はい、三振。まず一つアウトを取りました。ランナーは変わらず一塁です。日本一なるぞ。バッターは3番塩見。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。際どいがあっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。大事だ。レフトフライ1つアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあここをビシッ打った、抜けた。セカンドランナー帰れば3点差。
バックホームする。セカンドランナーホームイン。ちょっと怖くなってきたぞ。いや大丈夫、ツーアウト、ツーアウト、全然余裕。ビビったよね。点差が縮まります。えい、日本一。ましたよ。明日は振り返り動画企画反省会みたいな動画にします。で明日、シーズン成績見ましょう、まあ、チーム内ホームランとか、個人成績とか見ましょう。これ今セーブできるよね。ああ下克上だね。あ いけるね、セーブできるね、大丈夫だね。はい、ということで、日本一なりました。最終回ですね、なりました、ちゃんと。はい、明日は企画反省会しましょう。終わり、さよなら。